皆様こんにちは大紀元ニュースです10月1日共産党体制の中国統治開始から71年目に合わせて共産党による少数民族香港台湾における人権弾圧に抗議する集会が世界60都市で開かれました参加団体は150に上ります世界的な運動はアメリカ本部のチベット人権団体チベット自由のための使徒の同時行動の呼びかけに応じて行われました チベット人、香港人台湾人モンゴル人ウイグル人ムスリムカザフ人亡命した中国の反体制派など多様な背景を持つ人々が加わりましたそれぞれの団体は中国共産党により文化人権地域の平和を侵害されたと訴えています。参加者の一人は同政権による弾圧は世界に脅威をもたらす共産党政権の素性を世界にあらわにしたと 大紀元に語りましたアメリカ議会議事堂の前で開かれた集会でスコット・ベリー下院議員は中国共産党は国を統治しているからといって人権問題が見逃されていいわけではない司法を免れたりもできないと演説しましたベリー議員はファールンゴン、モンゴルの友人チベットなど皆がすでに知っているように弾圧や強制収容所では恐ろしいことが許されていると続け 弾圧は犯罪行為だ世界で社会全体が認識して立ち向かいアメリカがリードしなければならない中国共産党という邪悪な体制を打破し終わらせる世代にしなければならないと付け加えました。ペリー議員は10月1日中国共産党を多国籍犯罪組織に指定し中国当局者の主権面積を撤廃する法案を 提出しました中国の倫理の教科書が聖書の一節を歪曲しイエス・キリストが自分は罪人だと話して女性を石で打ち殺した結末に書き換えました無神論を唱える中国共産党は国内の宗教を統制し抑圧するため長期にわたって様々な政策を打ち出しており今回の歪曲もその一環です 歪曲はキリスト教との間で怒りを招き、多くの人々がバチカンに対して中国政府とのパートナーシップを再考するよう求めています。問題となった教科書は職業倫理と法と題され、中国各地の職業訓練学校で使用されています。アメリカを拠点とするキリスト教支援団体チャイナエイドアソシエーションによると、教科書は2018年に中国教育省が監督する編集検討委員会によって承認されました。 新約聖書の貫通の女という有名な話を引用していますがそれを忠実に引用せず結末を書き換えキリストを殺人者としましたヨハネによる福音書の一節の元々の内容はこうなっていますキリストが教えを説いていた時男たちが貫通の罪で捕まった女を連れてやってきました彼らはキリストにモーセの律法に定められた通り石打ちにするべきかどうか尋ねました 最初は彼らを無視していましたがやがてキリストは「罪のない人が最初の石を投げるべきだ」と言いましたすると罪のない人などいないことに気づいた男たちはその場を去っていきましたしばらくしてキリストは女の方を向いて「彼女を罰する者がいたか尋ね彼女はいなかった」と答えましたするとキリストは「私もあなたを罰しないおかえりなさい今後はもう罪を犯さないように」と言いました しかし教科書は結末を変えこのように書いていますみながさるとキリストは私も罪人ですしかしもし法律が汚点のない人によってのみ施行されるのならその法律は死んでしまうでしょうと言い自ら女を石で打ち殺したその下の質問欄にはこの短編を通して法律をどのように見ますかと書かれています このことが明るみに出たのは9月初めある教区民がこの文書の画像を SNS に投稿したことがきっかけです。香港のカトリック系報道機関 UCA ニュースによるとある専門学校のキリスト教徒の教師が後に事実を裏付けたが教科書の内容は中国各地で異なると付け加えたということです。ネットユーザーたちは激しく怒り多くがこの変更された一説は冒涜的だと非難しました。 SNS 上には中国共産党は悪魔だ政令に対する冒涜の罪は許されないこれがあくまでないなら何なんだなどのコメントが寄せられましたチャイナエイドはこの悪意のある歪曲を非難しキリスト教におけるイエス・キリストのイメージをひどく歪めけがしたとしました同団体は歪曲は党の統治哲学に役立つ考えを強調するためだと主張しました チャイネイドは声明で中国共産党の教科書は罪のない人だけが法を施行できるのなら法は無力になると暗示しているこれは中国の司法当局者の法執行における違法行為は避けられないため許容されるべきだと示唆していると述べましたチャイネイドは中国共産党は何年もの間聖書の教義と神学を再解釈し 習近平が唱える社会主義の価値観に合わせようとしていると述べました中国共産党は地下教会のキリスト教徒や他の宗教団体への厳しい弾圧を指揮し教会を取り壊し教会のメンバーや指導者を拘束してきました中国の宗教の自由に関する問題を報道するオンライン雑誌ビターウィンターによると中国当局は2019年9月 中国東部の厚西省のカトリック教会で聖母マリアとその子供の像を習近平の写真に差し替えるよう強制しましたまた入り口に中国国旗を掲揚し教会名の代わりに党についていき党に感謝し党に従おうという横断幕を掲げるよう命じましたアップル主要サプライヤーの台湾企業3社はインドでのアップル製品生産量拡大のため インド政府の PLI スキーム製造推進計画に参加し今後5年間でインドに約9億ドルの投資をする計画を立てていることがこの問題に詳しい関係者2人によって明らかになりましたこの3社はフォックスコン、ペガトロン、ウィストロンですインド政府が今年導入した PLI スキームとはインドで製造されたスマートフォンなどの販売拡大を目指す企業に対し売上高の増加分の 4から6%の割合で補助金が今後5年間支払われる奨励金制度で企業の輸出向け生産拠点をインドに移管する動きをさらに加速させることを目的としています。情報筋によるとフォックスコン約400億ルピー約573億3000万円ペガトロンとウィストロンはそれぞれ約130億ルピー約186億4000万円と約120億ルピー 約172億円を投資しました。その大部分は iPhone 生産規模拡張の計画に使われ、約1万人の雇用創出が予想されるということです。世界的な調査会社カウンターポイント社のアソシエートディレクターであるタランパサク氏は、アップルが中国を超えるグローバル的な事業を展開するためには、インドが鍵を握っているとし、他の製造拠点に比べ。 インドでは熟練労働者への支出コストが低くその上巨大な国内市場と輸出に大きな可能性があると指摘しました先週アップル社はインドでオンラインのアップルストアをオープンしまた2019年には金融センターのムンバイにアップルストアの第一号店をオープンしましたアメリカ下院議員からなる政策提言組織チャイナタスクフォースは 9月30日中国共産党がもたらす様々な脅威に対抗するため包括的な青写真となる報告書を発表しました15人の共和党議員により5月に結成されたチャイナタスクフォースは報告を通じて中国共産党をアメリカに対する世代の脅威と例えました数ヶ月にわたる調査の後アメリカと自由世界に対する政権の悪質な行動に対応するために 件の提言をしています提言の中には医療サプライチェーンを含む重要な産業を中国からアメリカに移転し米軍を近代化し中国共産党政権の人権侵害と悪質な影響力拡大の活動を罰するために新たな制裁措置を講じることが含まれています。報告書は過去のアメリカ政権が何十年にもわたり 中国共産党体制による経済発展に伴う自然な自由民主化を期待してきたことは失敗であると指摘しましたアメリカは中国共産党政権の人権侵害経済的軍事的侵略約束を破ることなどに目をつぶるようになってしまったと結論付けていますチャイナタスクフォースの議長を務めるマイケル・マッコール下院議員は何十年もの間アメリカとその同盟国は ハンドルをを握ったたたままま運転ししてきたと9月30日の記者会見で述べました報告書は今回のパンデミックは中国共産党の支配とメンツへの執着の結果である中国共産党は危機を軽視し重要な情報を世界から隠し続けているその結果世界的な災害が発生した。 中国共産党の共産主義・イデオロギーは世界にひどいダメージを与えたと述べ、中国共産党の隠蔽工作と中共ウイルスに警鐘を鳴らした人々への弾圧に言及しました。タスクフォースの主要メンバーであるアメリカ下院少数党院内総務ケビン・マッカーシー議員は、430件の政策提言のうち、 主要な政策を含め6割は超党派議員から支持を得ていると強調しました提言の中には中国共産党のプロパガンダと偽情報工作に対抗するためのアメリカ政府全体の情報キャンペーンアメリカ企業への中国の投資に対する監視の強化台湾との自由貿易協定 FTA の交渉を求める内容があります人権問題の対応として 北京による香港の自治権侵害に対応するため、香港から逃亡した香港人に安全な避難口を提供するよう政府に提言しています。さらに中国共産党政権による臓器強制摘出問題に対する省庁間の評価を要求しています。必要であればそのシステムを監督している中国当局者を特定し、制裁の対象とするよう求めています。2019年6月、 独立した専門家らにによよるる検証によると中国共産党政権は大規模な臓器移植システムを維持するため主にファールンゴン学習者を中心とした両親の囚人から強制的に臓器を摘出していいるととうことです政権はまた中国共産党によるウイグル人弾圧をジェノサイド大量虐殺と指定するかどうかを検討すべきだと報告書は勧告しています。